どいなかに住んでいる群馬県民んーかーが、大都会の東京に行ってみた。今日は群馬県に住んでいる僕が、列車を使って、東京都の浅草に行ってみたというクソみたいな動画です。んということでやっていきましょう。それでは行きましょう。せーの、レッツゴートゥーヘブン、インザモーニングパーティー、ギャラクシーバージョン、アルファ、コー黄ンフェニックス、インフィニティー、ドラゴニック、スープ、パスタコング、ラッチレーショニング、ダイナソー、センター、ビーゴス、ウラスジクリニック、 ということで高崎駅からレッツゴートゥーヘブということで早速駅から列車を使ってまず上野まで行こうと思います,昼ご飯ですおお埼玉スーパーアリーナや 上野に着いたぜ。ということで、上野から浅草に移動していく。浅草に着いたぜ。スカイツリーや、うん雷モンたホテル到着。フロント眺めよくね。テラスすげえ。スカイツリーとうんこめっちゃ見える。ということで、ちょっと出かけたいと思います。どん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 キー。ドンキホーテイへへ。スシロー食べよ。 ドラえもんかわとか言ってたら雨降ってきたんだが、本当に俺って雨男だよな。外で買ってきたもの。まずはこれ、ライダーヒーローシリーズ仮面ライダーウィザードハリケーンスタイル。ちょうどウィザード10周年だから、いいかなと思って880円で買ってきました。雷門のガチャもしてきました。中身はこのような感じでした。次は仮面ライダーオタクならわかると思います。 そう、ハイブリッドグレード仮面ライダー01。ラインナップは、仮面ライダーホーゼベースステイツ、仮面ライダーオーズスーパータトバコンボ、仮面ライダー W サイクロンジョーカー、超銀河王です。1回500円なので2回やって1000円分やった結果、仮面ライダー W サイクロンジョーカーと超銀河王が出ました。まあ今 W が公式 YouTube で公開されていて、見返してるからっか あと俺の中では財団 X といえば超銀河王だからまあいいでしょう。あと上野駅でパンダの人形が可愛すぎたので買ってしまいました。あとある1回300円のガチャを2回やってきました。ということで開封していきましょう。スーパー戦隊シリーズ変身アイテムピンズコレクション1を600円分やってきました。ラインナップはこのような感じ。この中だったら狙いはドンブラスターかモバイルーツですね。 いつか2か3でギアトリンガー出てくんねえかな。ライダーの方はもう4まで出てるんだけどな、今度も出るっていう噂もある。ということで早速見ていきましょう。そして出たのは、ターボレンジャーのターボブレスとカクレンジャーのドロンチェンジャーでした。いや今調べてみると、リアルのドロンチェンジャーは中古でも安くて1万円ぐらいするし、ターボレンジャーの場合は平成最初の船体だからいいとしましょう。そしてこの何かが怪しい袋、 その中に入っているのは、1号550円の何かです。それがこちら、藤岡博さんの写真です。なんと、新1号の変身ポーズをしています。今回購入したのがこちら。全部で合計4160円です。いや、使いすぎやろ。マジでこれでガンバライジング2000円分できんのということで寝ます。早いですが、おやすみすみ。おはようございます。普通に起きたの8時59分だったんだが、 リバイスと、のんぶらギリギリ間に合いました。危なかった。東京はいいなあ。群馬と全然違う。群馬なんかホテルからの景色、ほとんどマンションですからね。それか山。とりあえずそこら散歩しに行こう。ということでせっかく東京に来たので、東京タワーも見たいなと思ったので、浅草から大門に行きたいと思います。大門に着きました。とりあえず、モスで休憩。モスチキンうますぎる。 東京タワーって良いよな。増上寺よろ。タピルは、さあそれでは皆さんご一緒にベビタッピ、一階大門から押し上げ駅に移動します。おおお、スカイツリーでけえ、中波人が3連休だから母ちゃめちゃいました。ウルトラワールド M78 やポケモンセンターとかサンリオショップはめっちゃ人いたわ。だから入れそうにないので出てきました。ペッパーランチで飯食ってご。 てかそういえばのそういえば、ウルトラヒーローズエキスポやってましたね。おうおうおお今年で25周年を迎えるダイナがおる。浅草に着いたけど、自販機特殊すぎん。とりあえず、ホテル戻って寝たいと思います。それではおやすみ。おはようございます。ということで、今から株式会社バンダイに向かっていこうと思います。バンダイというのは、頭がいい人が働いているおもちゃを作ったりしている場所です。 うん。絶対俺無理。ということで、バンダイまで歩いていく。おい、バンダイがあったぞ。うおーすげえ。おっと、こっこれは、ドンブラザーズがめちゃ展示してあるやん。上もすげえな。たまごっちさん、アンパンマンパンパンさん。おうおお、すげえぞ。いろんなキャラクターが展示してあって、オラワクワクすっぞ。来た、今回のお目当て。マンニーさん、藤岡さん、ここれがバンダイか、来て損はないね。 おっと、こっこれは、リバイスとつい先月までやってた全カイジャー。そして、トリガーのグッズが飾ってあるぞ。そして、ビックラ卵やシャンプー、歯ブラシ、絆創膏などもある。仮面ライダーチョコ発見。他にもガチャガチャなどが、あれプリキュアがまだトロピカルジュ。だぞ。もうデリシャスパーキーじゃないん。まあいいでしょう。はい。移動して東京駅にやってまいりました。東京駅一番街にやってまいりやした。 そして行く場所はもちろん、仮面ライダーストア、オーズかっこよ。てかライダーストアは人数制限みたいなのされてました。そしてポケモンセンターとウルトラマンワールド M78 はめちゃんこぎゅうぎゅうでした。そして人数制限されてるのは多分ライダーストアだけだったと思います。さすが東映。そして移動してきて埼玉新都心来た、ここには何があるかというと。そう、埼玉スーパーアリーナです。いつもの B ゲートと N ゲートや、 いつもの階段。ここ昔っから使われてるよな。埼玉限定のコーラ。すげえ。突然ですがこれで終わりです。とっても楽しい旅でした。ではあとはライダーストアで買ったものを簡単に紹介していこうと思います。はい。ということで紹介していきます。一つ目は新。仮面ライダーのクリアファイル。いつになっても新。仮面ライダーのロゴはかっこいいな。後ろには東映のロゴ。うわぁ。 これで660円はお得すぎませんかそして次は変身サウンドカードドンブラザーズ電王。330円。僕は別に音声が聞きたいから買ったとかじゃなくて、普通に絵がかっこいいから購入しました。中身はこのような感じ。真ん中にはドン桃モモ太郎が写っており、隣に電王のソードフォームがいて、そして後ろには桃太郎がおります。後で部屋に飾りたいと思います。そして最後は幸せユドロップスです。 これは仮面ライダーリバイスに登場する、いがら家が経営する温泉、幸せ湯のラムネ味のドロップスです。こちらはテレビ本編には登場多分していないけれど面白そうなので買ってみました。540円ぐらいしました。うん、金なくなる。まあドロップスって高いからシェアなしよそして後ろには温泉に入っているリバイとバイスがいます。中身。味はなんかお祭りで売ってる飴の味、じゃ。 ということでさよなら。